昼のルーチン心理浴。30度、気温計はね30度。あそこにいるのはアシナガバチかな、スズメバチかな、なんか大きな蜂がいるぞ。あれ、わかんない、どっか行っちゃったな。まあ本当に今いろいろとね、ふといろんなことを思いついちゃうんだけど、まあ人生っていうのはもうそもそも目的がないものなんだと思ってるんだよね。なんかそこのところがどうもね、なんか目的を持って目標を持って、まあオリンピックがやってるからそういうふうに思っちゃったのかもしれないけど、人生っていうのはそもそも何の目的もないんだよね。ただ生きるっていうだけで、別に何か目的とかってあるわけじゃないんだよね。だからこそまあ目的っていうか目標というか希望とか夢とかね、そういうのを持ってまあ生きたらその方が楽なのよね。何かしら見出すものがあって、ね、生きれば、それがオリンピックなんでもオリンピックでもいいんだけども、そこら辺がちょっとね、なんかもうはなか人生目標があるもの、目的があるもので、こうしなきゃいけないみたいな考え方が、なんか前面に出すぎちゃってるんだよね。もともとは目的も何も目標も、要するに何かしねばならないとか、要するになんかやらなきゃいけないようなことがあるのかっていうと、そんなことなくて、ただ生きてればいいわけよね。あ、アシナガバチだ。ただその目的も何の目的もなくね、生きるってことがとても難しいわけよね。これが難しいわけよ。まあ、学校なんかでも義務教育なんかでも必ず目的を、要するにそのカリキュラムとかなんだかんだいろいろね、修学旅行、林間学校とかいろんなものもそうだけども、必ず目的っていうものを設定して、で、成果みたいな感じで、目的があって成果があってみたいな感じで、カリキュラムが組まれていくわけよね。その課外授業なんかにも何でもそういうふうに、でその義務教育のそういうシステムがなんか当たり前になって、それが普通になって、なんか、そういうふうに生きなきゃいけないように、されるというか、そういうふうに刷り込まれるみたいなふうになってくるんだけども、その義務教育になるまで、つまり赤ちゃんから、まあ、要するに幼稚園に入るまでは何の目的もないわけよね。ただ生きてるだけっていう、もちろん生きてることによって健康に健やかに、そしてなおかつね、成長、まあ、成長って言ったって、まあ、自然の成長ね、努力する成長じゃなくて自然の成長、そこからいきなり幼稚園とか義務教育になっていくと、目的やら何やらっていう、そういう世界に刷り込まれていくと、でそれが当たり前になっていくと、でまあね、そういうことが普通というか当たり前になってしまっている人が多いと。つまりそこから出し切れない、要するに全く何にも目的がない生き方、大人になってからね、全く目的のない生き方に、移行できなくなっちゃってるわけよね。常に何かを追い求めているみたいな風にね。でもね、俺必ず人生の中で何の目的もなくなる時が来ると思うんだよね。人生の中で1回とか2回とか、多い人はもうずーっとみたいな人もいると思うんだけど、だからそういうことを、それはまあ望んでそうなってる人もいれば、逆に望まずにもうそうなっちゃう人、まあ鬱っていうのはまあそういう状態だよね、完全にね。だからそうなるならなるった時に、普通に平気に生きていられるっていうことが何よりも
難しくて大事なのかなと思ったりするんだけどね。といったところで昼もニアは気持ちいい。